氷川インターチェンジは、島根県出雲市氷川町直江にある、山陰自動車道のインターチェンジ。同市の旧平田市域の最寄りインターチェンジである。本項では、氷川本線料金所についても記す。インターチェンジ内制限速度時速 30km、出雲市主要部へは、島根県道183号氷川上島線から、出雲市道南広域線を経由して、島根県道197号木次、直江停車場線を北上し、国道9号を東に進む経路がアクセスルートとなっている。ブース数4氷川本線料金所出雲 IC 以降の山陰自動車道が無料区間のため、氷川 IC からやや西側に離れた場所に本線料金所が設置され、出雲 IC までの料金の精算を本線料金所で行う。氷川 IC と出雲 IC 方向を利用する場合は、数百メートルの間に料金所を2度通ることになる。ブース数4、山陰自動車道の開通について、西日本高速道路株式会社、西日本高速道路サービスホールディングス株式会社、http://corp.w-nexco.jp/corporate/release/hq/h21/1026b/氷川本線料金所に関するカテゴリー。ありがとうございます。